ダイアンツァです。ゆうすけです。毎週土曜日8時半から放送中、TBS ラジオダイアンの東京スタイルポッドキャストです。お願いします。お願いします。ね、ちょっともう、梅雨というんですけども、もうめちゃくちゃ暑くなっている。梅雨って言うんですけども。今を梅雨というんですけども、めちゃくちゃ暑くなっている。聞いたことない文章やから。梅雨というんですけどもね。知ってるし。めちゃくちゃ暑くなっている、うん、そんな時期にぴったりの、はい、今週のメッセージテーマ、東京ビアガーデンということで。めちゃくちゃいいやん。そうでしょう。今日行きたいもん。こんだけ暑かったらね。ほんまに気持ちいいよね。最高やね。そう、皆さんおすすめのビアガーデンを募集していました。ちょっと俺あやまもサウナ行ってきたからさ。うそ、うん、まあ、最高よ今日。すごい、ね、ちょっと筋トレもしたわけやん。ちょっとした運動、ほんまちょっとだけプラスあの後に行ったん。今の合間 2時間ぐらい空いたから、その赤坂のいつも行くところね、うん、行ってて最高。もう向こうの後ビール飲むだけ。それさ、うん、俺あんまそういうのせえへんか分からんけどさ、うん、その後にまた仕事の合間に行くわけやん、うん、そうそうそう、しんどくならへんの。いや、逆にならへん、すっきりする。ああそう。ほんでちょっとだけ寝る。え、ちょっとだけ寝る。寝る、15分ぐらいちょっと仮眠取ってもうパイエー。ああそう、すっごいやろ、何でも出てくるワード。いやいや、むちゃくちゃ噛んでて行かん方が良かったんちゃう。でも俺は前々行くの。なるほどね。やりすぎたらしんどいから。なるほどなるほど。軽めにするけど。なるほどね、うん、なんで、今日は東京ビアガーデンということで、ちょ、ただちょっと申し訳ないのが、1年前、うん、2022年5月14日に、ほら、ビアガーデンやっておりました。俺言うたやん。やったな、つうてん、俺。いや、俺が言ってたよね、多分。やったな。俺以外のみんなはやってないって言ってた。まあ、すごいな。やってんねん。俺覚えてんねん。俺全部覚えてるから。いや、嘘ついてる。今度チャレンジしようか。嘘ついてるやん。今チャレンジするわ。1回目から、1回目から全部テーマ言うてくれて、コーラ飲んだ後。いやいや、ハイキングウォーキング九太郎さん やってもいいぐらい。いやいやいや、ほんで最後ギャーッとするから。いや、そのもうハイキングウォーキングそれぐらいの、知らないでなんか処刑みたいな昔コントやってた。そう、昔コントもっとまっすぐコントやってはったけどな今なんか処刑になってる。いつの間にか。そうやね、処刑やってちょっとね、この間スーパーで九太郎さんにばったりやってん。スーパーで九太郎さんを待って、うん、娘さんといてやって、うん、おい、ちょっと嬉しくて、あ、うん、おはようございますとか言って、うん、なんかちょっと冷たかった。なんかでも分かる気がする。なんでか知らんけど、あ、ちょっと冷たない。だからあれやったんじゃ、うん、あれ予想外に追ってちょっとびっくりした。びっくりしちゃったから、そうかな。で、あんまり喋ったことないからさ、かもしれんけど、あ、おはようございますとかで、俺は笑顔で言って、あ、おはようって言って。なんか嫌いなんか、よそよそしいなんて、まあ分かるんやけど、俺も、そうなるかもしれんけど、なんかびっくりしすぎたんじゃん。ちょっと悲しかった。あれ、だびっくりしすぎ、うん、でしかもそんなに喋らへん後輩と会ったらちょっとよそよそしになって、うん、まあ、なるな。なんかそうなったんじゃん、うん、なんかびっくりした、うん、あ、冷たっと九太郎さんで分かるやろ、九太郎さんのそういうとこで。九太郎さんって俺もそんな挨拶とか、うん、でちょっと劇場とか営業のちょっと喋るぐらいやけど、うん、なんかすごいね。俺なんかジュニアさんの YouTube にハイキングさん出てた、見てない。雷雷ちゃう。お腹の音もさっきもっと鳴ってたから、メール選んでる時ずっと5分ぐらいずっと鳴り続けた。すごいやん YouTube 見てない。おお、見てない。なんかそこで言っちゃったけど、なんか九太郎さん、なんか奥さんとかの、なんかそういう、なんかちょっとなんか機嫌悪なったら九太郎さんなんかむちゃくちゃどうなったりするんやってそれを普通に言ってやってさ、俺見ながら怖っ怖っ、絶対言わん方がいい。そうやろ、絶対言わん方がいいって言って俺なんでこんなこと言わんねやろって思ってそれ見た時、あ、九太郎さんってちょっと怖いっすね怖っと、ちょっと最後的なさ、そうそう、不思議なんだ、そう、魅力の人よ、どこがやねんそれも分からず言ってしまうっていうそこの感覚も怖っと思ってすぐ僕めちゃくちゃ怒鳴っちゃうんですよみたいな普通に言ってやった。だから俺のその挨拶冷たい感じもなんか分かるでしょ、その。だからちょっとあれちゃう、そうやな、だから怒り、まあ優しいで、めっちゃ優しいやけど、その切れどころ分からへんみたいなタイプの人なんかも、ね、そんなこと
はない。めちゃくちゃ優しいけどね、後輩とか周りの人には。優しい、気遣い。そうそう。では東京ビアガーデン、東京都のカズピーさん、カズピーさんも言ってはるんですよ、去年の5月にやってました。あ、そうやね。今年の東京ビアガーデンは品川ガーデンテラスにあるブッチャーバーベキュー&ビアガーデンをおすすめします。いろいろなドラマの撮影で使われている芝生の広場でライトアップされた東京タワーを眺めながらバーベキューを楽しみつつ飲むビールは格別ですよ。お子様用のメニューもあるので家族連れでも楽しめますよという。今から予約取れんのかな。そういうのってすっごい前から予約取らなあかんぐらいのビアガーデンで人気やんか。これはほんまにええわ。なんかその水でなんかその遠くの風景というか、あ、ガーデンって、あ、めちゃくちゃいいやん。見て、東京タワー見えてる。これあれじゃん、ロケで行ってるとこじゃん。あれやん、花田千鳥で行ってさ。いや、あれ違う。あ、じゃん、うん、なんでそんなはっきり。あれ、これ品川って書いてる。そんな東京も知らんやろ。品川ガーデンテラスやん。あれなんかもっとお前なんか豊洲とかの方やろ。そんなよ知らんやろ。何も知らんねん。道も知らん。俺知ってるぞ東京。道も知らんくせしやがって。お前も知らねえ。でそのフラス腹痛なる。まあまあまあ。だからその屋上とかじゃないっていうところやね。地べたの。芝生があって遠くにビル、そして、東京タワー。いいな。夜景も綺麗。めっちゃいい。最高です。いいと思う。続きまして、三重県のポンポンペインさん。私がおすすめするビアガーデンは浅草駅店屋上ビアガーデンです。浅草駅直結なので、アクセスがとてもいいですし、屋上なのでとても景色がいいです。私は以前隅田川花火大会の日に特別席でツリーや花火を見ながらビールを飲んだのですが本当に最高でした。少し値は張りますがとてもおすすめですよ。なるほど。浅草駅店屋上ビアガーデン、あー、これもいいよね。夜景がうわめっちゃ綺麗やん。うわめっちゃいいやん。それスカイツリーバーン見えてるやん。スカイツリーがめちゃくちゃ近くにあるよ。スカイツリー浅草やからな。いいね。めっちゃいいと思う。こういうのがいいね、やっぱり東京のちょっと。後輩津田軍団連れてきたよ。津田軍団、あ、誰？関町とカナダ、あの塀みたいなすごい音がしてあの SE で塀流してるんかなっていうぐらいのすごいプー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 言ってんじゃん。プープー言ってる。プー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  SE で塀流すメリットがないからずっとプー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 言ってんプープー言ってなんかガヤガヤかなと東京都の手羽先孝さん、私がおすすめする東京ビアガーデンは東京タワーハイボールガーデン2023です。ライトアップされた東京タワーと会場に飾り付ける多数の提灯の明かりに囲まれながら、ジンギスカン&ハイボールの、食べ飲み放題が楽しめます。いいな、ね、ほんまこれは東京タワーの真下です。真下というか東京タワー、東京タワーの中やんけ。ほんまに上がもうすぐあの東京タワーのなんていうのこう鉄骨みたいな。っていうことは場所的にはどこら辺なんねそれ。東京タワーっていうと。東京タワーだから芝公園とか。ああ。田町とか。ほんまに東京タワーの真下。よしてんな。あ、なんかやってる。あ、ま、あ俺らの大爆笑、大爆笑記者会見。どこがやん。ちょうどやってる。ああいうさ、なんかイベントとかの、うん、なんかあのイベントとかを鍛える、うん、ああいうのを、うん、やつを鍛えるなんかライブやろうかな。あれで受けてる人あんま見たことない。バランヘン記者の前で。そう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 。厳しめのね。そうやな。千葉県の全然笑ってないホラーさん。レモネード受けてホラーさん全然笑ってなかった。そう、あのどんなんでも笑わない。筋肉の NHK の人ぐらいはあれぐらい笑わしたいよ俺。たまらん、たまらんかったと思う。会心やろな。あれほんまにたまらん時のやつやん。我慢しても、そう笑ったか、我慢してももうなんか喋られへんぐらいもう笑ってまう。あれはあんなしたいよ。千葉県のレモネードボーイさん。僕がおすすめするビアガーデンは新宿にあるワイルドビーチ新宿です。日本初のプライベートソファーや、プレミアムラグジュアリーソファー、
グランピングドームなど5つの非日常エリアで、肉厚でアメリカンなティーンボーンステーキなど、多彩なメニューがあり、海外のリゾートにいる気分になれます。ぜひダイアンのお二人も行ってみてください。ちょいやティーボーンステーキなんてお前食われへんで。これはでもね、うわめっちゃいいやん。え、何これ、異国やん。もうなんかあの飾り付けもすごくて、新宿、新宿にあんの、ワイルドビーチ新宿、新宿にビーチなんかあんのけ。だからこれどういうことやねん、ワイルドビーチ新宿って。写真で分からへんがな。何とんねん。写真はほんますごいソファーに大きい飾り付けしてて、ほんでステーキ、これ何やの、ティーボーンステーキやんけ。ハートが真ん中、ハートやんけ。ハートステーキ、それがティーボーンステーキやからユースケ。ほんまやな。ハートやん、ほんま。ええー、な、いいやんか、めちゃくちゃいい。ドリアンズさんのな話あるやんけ、あのトマホークステーキさ、知らん、浜田さんの、そうそうそう、宴会で浜田さんが号泣したやつ、あの持って帰って子供たちに食べさせて、ほんまな。浜田さんその話聞いてボロボロ泣いてる。あのあれがこれか、あのティーボーンステーキ、あれはトマホークやな、そのその左にあれ、これか、せや、すごいやラケットやん。めちゃくちゃでかいよクリケットのな、なあできるでこれ、できるか。ちょっとね、以上のようなことで東京ビアガーデン、ちょっと今年行こう、今紹介させてもらったとこ全部素晴らしかったです。一回あれしよう、このラジオ終わりでもう全員で、ビアガーデン行こう。ほんといやいや死ぬほどすぐ帰るやん。お前、いやそれは、それはみんな一緒や、同じぐらいのタイミングでみんな帰ってんじゃん。いや帰ってるか、え、じゃあそれ俺なんかまだ台本トントンとしてるぐらいの時にもうなんかエレベーターぐらいまで行ってる。いやでも一回行こう、ビアガーデン近くのところで、俺がもう全部お酌して回るからさ。まあそれはな。なんでちょっとビアガーデンということで来週は、何しましょうかっていうことです。何する、ああもうな、ね、冷や汁、冷しゃぶ、うわ夏祭り、ゆうすけどうよ、あ花火大会どう。いや東京でもないよ、もう隅田川ぐらいしかないやん。いやでもその関東圏でいいやん。いやお祭りどうよ、お祭り、夏祭り、こういう縁日やってますよとかさ、あもうこの時期やろ言うたら。そうやね、うん、もうちょっとしたらそういう時期になるやん、絶対、うん、この小さくてもいいからさ、なるほどな、このお祭りいいですよとか、なんて小さい方がいいよね、うん、あれとか行ったことない、新宿のさ、うん、あれ何のお祭りやったっけな、あれな、新宿のあのほんまに本社の近くでなんか神社みたいなところですごいやってんねん、鳥の市や、鳥の市、うん、行ったことある、ない、あれ雰囲気もすっごい良かったもん、うん、俺行ってなんかあのお化け屋敷とかさ、うん、そのあんのよ、だからもうその夏祭りっていうことね、あれ夏祭りなのかな、鳥の市、まあ、よう分からんけど夏祭り限定ね、うん、それいいやん、あの東京夏祭り、ちっちゃくてもいいからさ、うん、ちっちゃい方がなんかいいよね、いいよ、なんか昔のちょっとこの懐かしい感じの、うん、それいいやん、いろんな東京夏祭り、こんな夏祭りありますよ、別に大きくなくていいよ、うん、大きいのもいいけど小さくてもいいし、うん、あの自分の好きな、あそれあの思い出残ってるとか、うん、いろんな夏祭り、うん、ほんでほんまにこうええー、なと思ったらほんまに行きますんで、行く行く、俺も絶対行くから、あの、うん、今まで紹介してきたやつもう全部行ってるから。あのあんま言うとやらしなるから言うてないけど。俺スープカレーだけやぞ。ほんまに、でも行こう、なんでちょっと東京夏祭りということで送ってきてください、うんうん、それでは、ポッドキャスト限定コーナーに行きましょう、うん、あれが好きやねん、うん、喫茶店で集中に入る、瞬間が好きな津田さんのようにあなたが好きなあの感じを送ってもらうコーナーです、はい、津田さんのお手元に判定ボタンをご用意しています、はい、大阪府の林丸さん、うん、体育祭で半袖の体操服をまくり上げて袖なしみたいにしてる一軍の女子、わかりーいるよね、まあでも可愛いよな、下のジャージも長ズボンやのをちょっとまくってるみたいな、うん、あまあまあ、でも可愛いな、可愛いな、俺は好きな、頑張ってるよっていう、うん、東京都のツバメの番長、
どうしようもなくムラムラしてる時にうちで一人で留守番することになった時。負けりー。その最高やな。最高やな。その、うん、そのタイミングがたまにバチ合うとかある、ね、ある。あれ最高。ただもう一番辛いのがさ、うん、その用事がなくなった時な。行く言ってたのに。行く言ってたやん。言ってましたになる時あるよね。ほんまに。こっちや。そうそう。遅刻前前だ。出た瞬間に。エロいの見ようとしてる。まあね、大阪府の焼酎のキレ売り割りさん。大きなお尻の女性とすれ違うとき、この感じはティーバックだと予想してすれ違った後確認したら見事ティーバックで予想が大当たりしたとき。それわからん。そうついてる。さっきのさ、さっきの、いや、さっきのムラムラだから留守番が分かるくせに、これ分からんのはもう嘘ついてるやん。いちいち振り返ってさ、俺これめっちゃやる。やんなよ。ほんまに。さあ、それは。このギャンブルね。いや、これこの博打をやるわ。どっちにしても得しかないかも。マジで見て。なあ。お前もうえらいもんでもう我慢しとけよ。お前もうちょっとしたらお前それもう触ってまうぞお前。な。いやもうなんかお前が意味なく満員電車お前何往復もした見たことあるぞ。俺七往復ぐらい朝してたな。してるか。俺もうあれびっくりしたから俺もうどうしようかな思ってちょっと見とこう思って一応俺も撮っててんこうやって。そのどこにおった。そのお前は。大阪府のエチエケットブラシさん。バイトのシフトが好きな先輩の女の人と二人きりになった瞬間。負けりー。それ最高よ。いいよね。まあ、それずっとバイトしたいもんその時。まあな。でもその人に彼氏がおったのが分かったりとかさ。ああなるほどね。先輩の女の人っていうのがいいよね。確かに先輩っていうね。好きになるな。うん、先輩。お前それ怖いやつやレコードに入ってレベッカさんの先輩パイセンえらいもでも一気に怖くなくなるよねそのパイセンしたらパイセンやぞ矢野さんひょうちゃんなんでレベッカさんに入ってパイセンやぞ大阪府の焼酎のキレ売り割りさん。歯に挟まった一粒のゴマが取れて噛んでみたらすごく香りが広がったとき。負けりー。 あのゴマってこんなに香り高いんやと思うな。そうそう。でこんな完璧な状態で挟まってたんやっていうね。スポーテトのあれなんか下でやってた。あ、取れた。そうそうそう。で噛んでみたらゴマの香りすごい。そうすごい。一粒で。あれはあんな捨てたんや。以上となっております。では続いていきましょう、はい、チャーハンバイアス、津田さんがチャーハン好きそうと言われてプンプンになったように〇〇さんって〇〇そうというなんか共感してしまう偏見を送ってもらうコーナーです、はい、京都府の矢城べえパクパクさん。朝声声さんって年を取っても顔変わらなさそう。そうやな。確かに確かに昔から変わってやらへんもんね。でもちょっと痩せはったよな。あ、そうなんや。一時もうちょっとムチってしてたけど。ああ、そうなん。すごい痩せはったイメージ。京都府の隣の式部さん。片岡鶴太郎さんってお尻の肉一つもなさそう。そんな人間いいんで。確かにね。あるよ絶対。肉で形成されてるからお尻って。あれ骨だけやったの。えらい。そうそう。水牛みたいなの。アフリカの。大阪府のエチエケットブラシさん。ラモス・ルイ選手はテレビゲームで負けるとコントローラーを思いっきり投げて怒ってそう。まあ、激しい人だから熱い。でもラモス・ルイ選手言うてだいぶ前やな選手は。引退してからだいぶ経つ。ラモス・ルイさんでいいよな。宮城県のデーヒー林さん。えなりかずきさんって炭酸飲料飲んだら目を見開いて驚きそう。いや初めて赤ちゃんや初めて。大阪府のエチエケットブラシさん。舘ひろしさんは近くにいる女の子がおならをすると今のおなら僕ですと言ってかばってくれそう。確かにな。確かになっちゃう。舘さんがしてもびっくりするけどね。舘さんやったよ。
かっこいい人やからね。かっこいいね、以上となっております、はい、来週もどしどし送ってきてください。はい、じゃあ最後の宛先ですね、メールアドレスは ts@tbs.co.jp ts@tbs.co.jp、 懸命にコーナー名を書いてどんどん送ってきてください。読まれた方全員に東京スタイルステッカーを差し上げますので、名前と住所も忘れなくお願いします。ダイヤの東京スタイルは TBS ラジオで毎週土曜日8時半から放送しています。ぜひ聞いてください。ありがとうございました。This program brings you smiles while you enjoy Metropolitan Night. We hope that this 30-minute program full of laughter make your days enjoyable next week. We bring you cool moments from cool Tokyo. This heartwarming moment is brought to you by Dayan. Dayan の Tokyo Style. どうも、ダイアンツァです。織姫さんと彦星さんはちゃんと会えたかな？また来年ね。どうも、ダイアン・ユースケです。会えたっていうことで。会えてたらね。会えてたって信じてる方が。なるほどな。うん。でも天気もいいし、会うんじゃないの？会えたかな。まあ、オンエア的には昨日。そうやな。終わって、七夕、4月7日、会えてますように。何やねん。どういうことやねん。もし雨やったとしても、うん、2人が会えてますように。何やねん。どう俺は答えたらええねん。なあ、どう言って、よいしょ、よいしょ、一番、よいしょって言って、出たよって言って、どうすんねん、それ。ユースケとかさ。いや、ほんとにもうちょっと暑すぎて。暑すぎてびっくりしてる。ほんまに。もう体まだついてけへん、ほんまに。ほんまにね。思って、今日も暑、今日ちょっと外でなんかちょっとイベントみたいなやってんか。うん。みんないっぱいオーラのために集まってくれやったけどさ。オーラのためちゃう。オーラおらんくてもいっぱい集まってる。暑かったやん。めちゃくちゃ暑かった。あがあがーまで。怖かった。誰か倒れるって。危なかったよ、ほんま。ちょっとね、ほんまに。で、なんかちょっと異常気象みたいな。そうなんや。氷が降ったりとかね。ああ、群馬で降ってたな。そう、群馬で、俺はロケやらせてもらってるけど、その技術さんのね、車が、なんか、氷が昨日降ったんですよって。もう車まんべんなくベコベコなってた。なってたよな。だからもうまんべんなくベコベコなりすぎて、うん、そういうデザインなんかなって思うぐらい綺麗にちょっと全部へこんでたよ。あれ直すの大変やろな。大変。あ、今もずっと見てた携帯、直せる方法ないから。そうださ、いや大変よ、自分で直されへんしさ。直されへんよね。一箇所さ何万もするわけやんか。全部やからね。全部張り替えなあかんじゃん、ほんま。だからあんなね、ほんまちょっと一部分とかってあれやけど、全部はなかなか。ボンネット変えてとか。もうだからあれをだからもう利用するしかないよね。デザインとして。だからデザインとしてさ。ゴルフ場みたいにしたらいいんじゃん。そういうこと。で、ゴルフ場のデザインしてさ、うん、カップ入るとこみたいにしてさ。そうそうそう。でもその穴が山ほど穴で、穴とかへこみが。うん。いっぱいゴルフ場変えて。ええんちゃう。いやいや、どこがええねん。どういうデザインするの？なんか銃に撃たれた後みたいにするの？ああ、でも。ちょっとあえてガラスとかもやってる人いるやん、割れてるような感じにするみたいな。いんの？いてはる。なんか車の後ろとかさ、なんか中古加工みたいな、ジーパンでいうところのね。で、それはそれでまた金かかるやん、ダメージ。ああ、うん、でもそれはそれでお金かかるやん、その今から。だからその直す、でもどっちかやな。あれも言ってたけど、そのカメラマンさんがね乗ってはる車も、うん、もともとすごいめっちゃ綺麗いや、でもあれもともともっとボロボロやったんやて、それ全部自分で直したんやて、言ってやった。だからできはるんじゃ、つらいやろな、うん、言ったら全部自分でやったんですって言ってやったもん。うわ大変や、もっとボロなんか錆びったりしてたんやて。ああ、それ直して、それを全部自分で直したんやて。ほんなもできるかもしれんな。そうだからあえてもうあれを逆手に取るというか、それいいんじゃない、ほんまに。ベコベコちょっと銃弾みたいな感じで、そうそう、ちょっと血ついてたりとかさ。なんてそんなんすかっこや、誰か撃たれてもらったりやん。だから車撃たれてもさ、にさ、血は車からどう撃たれたの、車から血出てる。ちょっとバンドエイド貼るとかね。ああ、かっこやろ。どこか、なんかそういう車から血出る、おかしい。バンドエイド貼って、その周りからちょっと血出てるみたいな。いや、それ何やねん、その格好とか。もう余計金かかれる、それ。お前実際バンドエイド貼った方がいいかもしれんな。絶対貼った。あれ系、バンドエイドじゃないさ、傷のやつあるやん。濡れても大丈夫。そうそうそう。なんか、ビニールテープみたいなやつさ、うん、そういうのもつけたりとか。
かっこよ。あるかもしれんな。全然ちょっと湿布貼ってあげたりとかさ。湿布はまたちょっとちゃうけど、バンドへちょっと包帯ちょっと包帯巻いたりとか。死ぬほどダサいって。包帯巻いてる、包帯巻いてる。なんでなんか怪我したんかな。俺さっき気になって車で血出てる。なんでなんで人体と捉えてる。生き物で生き物として捉えてる。でもそうするんだよ。東京スタイル。オッケーというわけでね。はい。今週も始まっておりますよ。ね。暑すぎて。暑すぎて。でまたこういう時期ってなんかいろいろ新人さんの人が結構入ってきたりとかするやん。4月入社でとか、あ研修が終わってみたいなとかね。今日俺朝現場まで行くタクシーの運転手さんがめちゃくちゃ若い男の子やって、うん、あのもう最初からもう新人ですみたいな言ってきやったんやけど、やっぱ道をやっぱ分かってないよ。あので運転もなんかもう機能取ったんぐらい慎重なんや。すごいね、めちゃくちゃ慎重なんよ。いうことやな。そうで道も全然分かってはれへんねんな、うん、でもありがたいよな。ほんであこれ大丈夫かな。で今日なんてなんかその分かってん、初めて行くところとかさ、なで大丈夫かなと思ったら、うん、もうやっぱりすごい遅くて、で嬉しいな。ほんでありがとう言って頑張りや言って、いやいや2万かな渡して。どんだけ渡すね。ほんまに。ほんでなんかこのまあ付近まで着いたんや。でその入り方ややこしくなかった。ややこしかったよ。でそれもなんか俺も分からへんかって、うん、ほんで蹴った蹴ってるか。ありがとうな。分かりませんみたいな。前園さん、前園さんは酔うてな。あのタクシーの運転手さんに酔うてなんかしちゃったな。だいぶ前のやつや。もうええやろ。なんかその通り過ぎてんのよそこも。目的地もわいやもうめちゃくちゃゆっくりな通り過ぎて、これ、ね、でも旗立ってるとこからだいぶ今度また離れていってるかな、ナビ見たら。ほんで「あっ運転手さんその旗立ってるとこちゃいます」って、うん、で何か北側にその入り口があると、はいはいはい、あの駐車場の入り口があるんで、はいはい、みたいな、ね、そう、うん、マネージャーから何か LINE 来てたから、うん、北側にね、当然分からへんもん。分からへんや。俺も正直北側言ってても分からへんもんな、うん、かわいそうな運転手さんやで、ほなだんだんもう分からん、むちゃくちゃテンパってんの。だんだん呼吸荒なってきてその。いや大変な、うん、で大丈夫か言うて、ビニール袋かぶれって頭過呼吸って。いやほんま過呼吸もうちょいあるんちゃうから、もうめちゃくちゃテンパってんねん。そか大丈夫って。いやそれありがとう、ありがとうな。兄さん絶対言っちゃう。兄さんありがとうな。兄さんはい、ああすんなやろ。いやなしに、いやなしにっつって、いやもうそのもうそれ分かりましたから、とりあえず僕も急いでるんで、あのもうそれもいいんでちょっと言ってもらっていいですか。分からなかったらちょっと聞いてくださいよ。分かります。こんなスラスラ出るっていうことは我がが言うてるってことです。そうはーはー言うてる子にはー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 言う、はーはー言うなよとか言える。俺も怖かった。後ろでなんかだんだんどう言ってんの。はーはー言うてんねん。バカしてんじゃん。ほんで俺もとりあえずほんならここでおりますわ。そうそう。ほんでとりあえず旗、じゃあ運転手さん旗のとこから離れてんねん。近づいてくれと。そう、とりあえず旗のとこまで、旗の付近までもういいから、その、うん、入らんで、うん、入り口、うん、俺も分からへんし、うん、とりあえず運転手さん旗のところにもう一回行ってくる。うん、行ってほんまの言い方教えて。はぁはぁすんなよ。ねえはぁはぁ。いや俺もこうなってきてハーハーって言ってるから、とりあえず旗の方に行ってくださいっつって、うん、ほんでもうマネージャーに電話してちょっと分からへんねんっつって、うん、ほんなんか外まで来てくれて、うん、ちょうどなんかその係の人が来てくれて、うん、そこで行けたけど、うん、なんかめっちゃ怖かったもん。あーまあな、そのハーハーどういう意味やったんやと思って。それはもう言ってんねほんまに怖っ。テンパっちゃうねんって、うんうんなんかしてるやん。なんか見てるやん。そうそう、だから、だからちょっとなんか当てがってるやん。ちょっと、なんやろ、もうちょっと、うん、多分研修も終わってはるんやと思うけど、なんか、うん、その子も不安やろうなと思って、うん、そんな分からんとこばっかりやん。ありがたいよな、ほんまに。ほんでもう、うん、ずっとほんまに、
なんで気持ちええんか、なんやねん、焦ってんのか気持ちええんか、どっちなん。うん、多分その言い方で気持ち、はやろ、どっちかやった。いやいや、もうちょっとやらかい。それ気持ち、ちょっと若干気持ち、どっち興奮してんのか。若干入ってるやん、そっち。そう。それさ、通り過ぎてさ、俺もし車ブーッと通り過ぎて、あっ、あーんは言うてへん、もうあーん、もうあーんはめちゃくちゃ気持ちいいや。あんま言うてたら、あんま男出さんで。それ女子やで、何を見てるか知らんけど、男の人あんま出さんで、あん、あん、あん、男子が出す。でもしかしたらテンパり、よっぽど S の女の人って喜ぶと思うけど、もしかしたらそのテンパりすぎて、テンパりがもう超えすぎてもう気持ち悪くなってたかもね。テンパりすぎてもう心ここにあらず、そうそう、なんかずっと言ってるか、男の子、男の子言ってる。男の子ぐらいのも年齢やね、めちゃくちゃ眼鏡かけてほんまザ真面目みたいな。それ何腹立つ、俺マジで言うてもまあはあはあ言うなや。究極にテンパってたんかも。あ、まあな、でも超えすぎて気持ち、ちょっとややこしかったややこしい、やっぱもうほんま俺もさ、初めてのとこ行くとこってさ、もうすっごい気になるのよ、分からんやろ、誰も分からへんやんか、その俺も分からん、こっちも初めてで、ね、ここで会ってますかって、でも僕も初めてのとこなんでしか答えようがないしさ、うん、もう全然違うとこ行ったりするときあるやんか、ある、でも俺が言うもん、気持ちでテンパりすぎて気持ちよなってるやん、めちゃくちゃテンパってるやん、こっちが言いたなるよ、テンパり超えすぎるとやっぱ気持ちよなるんと。テンパりを超えすぎて言っちゃうぐらい、マジでエクスタシーないと思って、俺もそれテンパる時の俺、うん、うんこしたなんねん、ほんまに。その下の方に来てさ、なんでうんこしたの、いやほんまに、いやマジでそういう運転手さんがわっけわからん道とか、ようあんのよ、わっけわからん道あるよ、もう地図、うん、見たらもう全然違うとか、ほんともうお腹痛くなってきた、めちゃくちゃうんこしたな、それはめちゃくちゃその体の構造変えた方がいいと思うんだ、だってその行かれへんことでもピンチやのに、もう一個ピンチができてきて、もうほんまにそれでお腹痛くなって、もうお尻ちょっと浮かしてたもん、でそれがほんでもう運転手さんめちゃくちゃ腹立って、お前乗せてこれ腹痛いってでそれが超えるとまた気持ちよくなってる、そうそう、うん、これが、うん、ああうんうんなんで気持ちだから、なんでテンパりすぎて気持ちよくなって、今日その大発見やった、今日人間ってテンパりを超えると気持ちよくなる、すごいあえ出たもん、うんうんずっとハハ言って大丈夫かな、最初焦ったけどなんか気持ちよさそうと思って大変よ、まあな、だからその子も多分ちょっと何やろう、わーって思ったと思う、ちょっと怖なったと思う、そりゃそうやで、もうちょっともうテンパでわけわからなくて、もう地図かもう旗印から離れていく、そうそうそう、いつやし、そういつばっかりや、右に曲がって、そうそう、だんだん離れていってるし、ほら分からへんよ、そうやろ、それもかわいそうやで、それでもな、ちゃんと前の日の夜に呼んでんのよ、うん、ほんでちゃんと場所も伝えてんねんで、まあまあみんなそうよ、うん、それやったらさ、うん、分かってる、来てどこどこ行ってくださいじゃないやん、いや でもそれはさ、うん、現場行ってから、うん、まあ、運転手さんも、うん、言われるわけ、それ運転手さんも前の日に言われてるわけじゃないからでもさ事前に分かってるやん、もし運転手さんがその同じ時刻に前の日に言われて、うん、調べときやって言われてるんだら、それな、ええ、それは分かるけど、でも運転手さんも行ってついて、いやでも迎えに行ってあんでここって出るからさ、目の下にクマできてたからの前の日から乗ってたと思うね、いやそんな下調べでも、もうちょっと下調べしてへんね、いやでもそれはね、3日前でもそうやで、それはその運転手さんのためにね、あ、うん、じゃないともう毎回あんなあえでさあん言って俺も大変やな、でもアプリでタクシー呼ぶときさ、もうなんかヘロヘロなるで、一日何回もテンパってたら、まあ、あんあんあん言ってさ何回もあんあん夜ぐっすって寝る、そうそう疲れてちゃうない、そう大変よ、でもアプリで呼ぶときさ、俺夜中で呼ぶときに間違って
今日の朝やもたら次の日の朝に予約になってる時とかあったりする、はいはい、あるやん、うん、あれも焦んねん朝なって一番気ぃつけるとこ そこやろ、うん、それ前気付けね前やってもうて、うん、うわー思って、うん、もうそこからもう無理やんか、うん、でもうもう猛ダッシュで駅の方も行ってもうタクシーそこからも捕まらへんからもうそこからもう5分くらい猛ダッシュして走ってでタクシーなんとか捕まえてほんで急いでください言うてもうちょうんこしたなってるし汗たくでもうんこしたなってるし なんなんその体の仕組みでピンチがもう一個来てるやんもしあったらいいんですけどトイレ行ってください行かせてもらって急ぎつつトイレも行きたいねほんまねすぐお腹痛になるこれちょっとほんま直したい大変やんいやそういう時期よでもそれでもちゃんとなんかそうそうだからまあそうやってね多分道覚えはるんやろうなとか、うん、要領覚えはるんやろうなでもね俺なたまにタクシーでなんかこう現場ここ行ってくださいで乗ってる時に、こういうふうに入ってくださいって言われたらもうそれも知恵やねん乗ってる時にこういうタクシー乗ってる時に今日の現場の入り方あ今日なんかそうやんか言だいたいそうやんいやでもそれも知恵やねんなんか俺それを運転手さんに説明もできへんしなるほどねもううん、うん、やねーもう来るたびのもうん、もう今日からもうどう説明じゃねえね俺わけわからんね見たこともない建物でさ北側から入ってんですっごい大きい地図から知らんしなそう大きい地図からなんかリアルな写真のさここに入ってくださいみたいなうん一番からへんどう説明じゃねえねんすごいやんあのそれ病院行ったら一回なんでうんこしたなんてほんまに確かになだからもうあれはな俺やめてほしい分からんよねそのどっち側とかあと何々通りとかねでも全然分からん言われるやんもう全然分からん、いやそう初めて行くところやから、うん、何々通りって言われても分からへんよねただでさえ、うん、俺もあんま道とか覚えられへんのよ、うん、何々通りとか分からんな分からんやろ分からんもうそれでなんか靖国通りとかさ、うんなもっとあるやんあるなもうほんまにそれぐらいしか知らんもんねうん何ある通りいろいろあるよね明治通り明治通りは分かる、ね、明治通りは分かる、うん、明治通りだけ俺分かんの唯一あれ分からへん明治通り以外ほんまに確かに明治通り以外分かる東京5年ぐらいおって俺明治通り以外知らんねんでほんまにいや俺も分からん何やろその聞いたことあるとかはあるもちろんあるけど、うん、そっからのこうやってこう言ってとかは、うん、もう自分が例えばよう通ってるとこしか分からへんやん例えば現場から家までの通る道とかさ、うんうんうん、家のところへんは言えんねん分かるやん、そうそうそうなんかあんねん第二景品みたいなさ、うん、第一景品とかねそうそれ、うん、第二景品だけど第二景品と明治通りだけの覚えてるのあれほんまじゃない細川通りなんかないわなんかいっぱいあるやんあるあるで言われたりするねん何々通りから行ってって、うん、俺大悟さんとか、うん、たまにタクシー一緒に乗った時に、うん、何だか降りて何だかこうだねん、うん、すっげえと思う、うん、大悟さん分かってんの、うん、道と思ってそ、ま、そうだもう、うん、めっちゃ知ってないああそうなんや俺なんかタク一緒に乗る時とか、うん、めっちゃ説明東京の人説明しようねぐらいめっちゃ分かってるでだからすげえなほんまかって。5年住んでても分からへん。ああ、だからルミネとか行くときやねん、現場から。うんうん、時、なんか、ほどほど見たら、なんたらこうたらこうたらこうたら、こうたらこうたらで行ってくださいって。なんとかみたいな。今日もなんかコロンビア通りみたいな言ってた。何やねん、それ。何コロンビア通りって。アメリカやん。そうそう。俺だって、コロンビア ?TBS は前の通りも分からへんもん、名前。俺は。赤坂通りみたいなさ。うん。赤坂どこ通りなんかな。そう、言えたらへんもんね。それだけ言うてないってこと。それ言われへん。それが何なのか。TBS の前の道っていう。ああ。で運転手さん、赤坂通り？なんかな？赤坂通りねって。分からんね。そこから明治神宮に抜けて明治通り入ろう。分からん。ほんまによく行く現場から家行くと通る道とか、もうほんまそんなんしか分からん。高速だから毎隔週でさ群馬行くやんか。うんほんで家からタクシーで行くわけよ、うん、で東京駅に向かってくださいで高速使ってくださいんやけど、うん、折口どこにしましょうかって言われて、はいは
俺な、もう毎回覚えられへんねん。うん、で、あの、任せます言ったら、うん、やっぱりな、何パターンかあんねん。うん、4パターン、四パターンぐらい。うん、でも、よ、その、一番良かったやつがもう、どこなのか分からへんねん。出口が。自分で、ナビ見たいやん。でも、ナビ見ても出口の情報なんか出えへんやん。え？どうやって出んの？俺なんか、Google のアプリ入れるやん。出口の情報なんか出る。そう、出ますね。出へん出へん、そんなん出てへん出てへん。そうか、あの i モードやもんな。もう終わってる。i モード使ってるから。もう終わってるやん、あのサービス。サービス終わってるの俺使ってる。出口出る？出るよ。あ、出んの？うん。じゃあどうすんの？そのさ、ナビでさ、高速ゴリラみたいな顔してる。ナビで高速の時携帯で乗ったことないもん俺。え、携帯でそんな乗ったことないもん。いや、携帯のその携帯とかそのナビ絶対出るやん。なんこいつ腹痛なったやん、ね、でもその折り口が霞が関とかあるやん、うん、なんかうわ何箇所かあんねん。あるある。それがもう分からへん、ね、でたまに腹立つ時なんかちょっと遠目のとこ降りんね、うん、何回かか、うん、こっちの方から来んねん、つく時間かかんのにあーと思って。でも説明できへんしな。そうやね、説明できへんのよ。これがなんか永久に説明できへん、嫌 やね。あ、うん、説明できへんのが、ま、ほんまできへん、ほんまに。俺もだってその隔週で群馬行ってるけど、うん、その東京駅まで、家から東京駅まで行く、うん、あの道順あちゃんと言うてって言われたら言われへん。俺絶対言われへん、うん、途中までしか。あ、途中までは言えるけど、そこからもう、あ、ここでこう、うん、そう、ここをこの通り行ってからここでこう言ってこう言ってとか言われへん。あ、途中まで分かる、うん、とりあえず悔しいね、それが。なんてまた途中までしか言われへん。情けない。なあ、分かるわ、ほんまに。なんかな、説明なんなんやろな、説明できへんな、ほんまに。俺ほんまできへん、もう無理や俺も。そう、で初めて行くところとかさ、うん、運転手さんが聞いてきやるやん、これどう、こう行った方がいいですか、ああ行った方がいいですかみたいな、これどうですかみたいな、うん、聞かれるけど、うん、こっちも初めて行くやんか、うん、でもそれ説明できへんのもな、悔しいからさ、うん、なんかちょっとだけ、うん、なんか、いや、もう初めてなんすよ、ちょっと怒ってる、ちょっと。なんで恥ずかしいのと、向こうからしたら知らんから、そうそう。いや、僕も初めてなんすよ。わかるけど、なぜちょっと切れて、あ、もう全然分かって、やってください。あと、あの、TMC やるやんか、うん、あ、こう、高速降りて、うん、なんか、すげえ公園の中を走っていく道か、はいはいはい、うん、外で道あれんか、うん、俺それも説明できへん、それ言えるやん、それ降りてなんか、うん、曲がらんでまっすぐ行ってくださいって言って、なんでこっち時間かかる方がいいかな、曲がってくださいとかさ、それどこで曲がっていいかわからんからさ、いや、それ言えねえこの人、それを言えるよ。あれ悔しいね、毎回ほんまげ、あとね、携帯触っててさ、うん、乗った瞬間携帯さ、あの東京駅行く言うてんやで、うん、でも高速乗ってくれるもんや思うやん、うん、たまに乗らへん人いたりする、うん、で携帯見てさ集中してさ気づいたで、こあれしばらくあれゆっくりやな、うん、高速乗ってもう下で行ってる、もうどうすんのこの優先タクシー、それって、その今後もっと大変なことあるで。あれ悔しいの。もうわ、もう本当に覚えられへん。なんかもっと簡単な名前してほしいね。いや、だから な大阪で簡単やん。水戸筋、堺筋、何は筋。まあ、名前が大阪弁やもん、うん、何は筋やで。まあ、その何は筋ある東京筋みたいな、ないやん。いや、だからめっちゃ分かりやすい、ミラー筋、東大阪なんかもほんまにコーナーに筋と、通りやもん、ほんまにちょっと五番の目みたいになってるやん、縦は筋やね大阪、何や筋、ミド筋、堺筋で、横が千日前通りとか、うん、りね、四つ橋筋とかな、うん、縦と横でさ、そうそうそう、京都みたいな、京都も俺分からへんもん、京都分からん、祇園花月から、あ、もう毎回違う、今日で俺めっちゃ毎回腹立つんが、祇園花月から帰り結構飛び出しでなんか行かなあかん時とかあるやん、うん、はいはい、もうこれ乗ってくださいみたいな、うん、この新幹線乗ってくださいみたいな、うん、ほら急ぐねんけど、うん、めちゃくちゃ混んでるやん、はいはい、
ほなら、なんかもう、めちゃくちゃ中抜けてくれはる運転手さんもいれば、うん、そうな、全くしてくれへん人いるやん。あの時に、中抜けて近い方に行ってくださいって言い、うん、言いたいねんけど、説明できへん、ね。できへん、わかるわ。あっこの通り入って、俺、そうそうそう形は覚えてんでて。そうそう。で、わからへんからさ。で俺、わからへんから、なんか、いつもの運転手さんやったら行ってくれはるんですよ。その道とか言わずにそれはさいつもの方いつも言ってくれはるんですか、ね、それはそれは知らんわそれやったら道言うてって思うやんでもそれ道は言われへんねん分からへんから全くあ俺こんなん初めてやわそうこんはいやいつこっち混んでんちゃいます言うやな、うん、いつもの人仲言ってくれはるんですその事実だけ言う、ね、で聞いてやつこれ裏道とかないんすかそうそうそういやあの僕もこの道いやまあね、はい、トイレありそうやったら行ってもうテンパってるやんすぐテンパってましたほんまにこれだから言えるようになったなりたい俺道覚えよう東京の道覚えていこうほんまにおい覚えよういざという時に報告しよう覚えてはいエンディングでございます、はいはい最後にちょっと告知があります、うん以前もこの番組でお話ししていましたダイアン公式ファンブックの発売が2023年8月28日に決定いたしました、はいコンセプトは卒業アルバムということで、同級生コンビの歩みを漫才ラジオテレビ YouTube などあらゆる角度から大解剖、今回だけの特別取り下ろしビジュアルも満載ですなんかダイアンが詰まってます写真も、ね、取り下ろしていい、まあ、その情報いるかいやでもほんまこのちゃんと撮影行ったやんいや撮影行ったやんしっかりとしたいろんな本当に卒業アルバムみたいな、うん、感じのちゃんと写真も何枚かねそうちょっとエモい気持ちになる、ね、そうですね楽しみにということですぜひお買い求めください、はい、よろしくお願いしますはいというわけでございまして、この番組ですねポッドキャストでも配信しておりますそちらではこの本放送だけではなく放送後のおまけトークも配信していますのでぜひ聞いてくださいそして番組の公式ツイッターもやってますのでぜひフォローしてくださいお願いしますというわけでお相手はダイアンズだとゆうすけでしたまた来週
ー